思って全体で再確認してできたのでよかったです。とにかく今日の口火を切ったのは詩選手のあのゴールでした。今シーズン2得点目です。ご自身の調子どのように感じてますか？そうですね、まあ浦和戦で取れて、何かこうほっとした部分というか初得点取れて、まあ、自分のプレーの幅も広がったかなと思うので、まあ、次2点目取れたので良かったかな。そして人生初の優勝、前線も白星スタートで飾りました。次に向けて意気込みを聞かせてください。そうですね、まあでも言っても2連勝しただけなので、まあ、上位に上がるにはどんどん勝っていくしかないので、まあ、全然こう